皆さんこんにちは。サンプラスの谷水力です。この動画は俳優である僕たちが中国語でのセリフに挑戦して演じる短編ドラマです。セリフを通じて一緒に中国語に触れていきましょう。今回登場するフレーズは对不起、ごめんなさい。相手に謝りたい時に使えるフレーズです。それではドラマを見ながら一緒に学んでいきましょう。没有信号。等一等，有可能就好了。不行，打不开。为什么？哎，别乱弄！为什么？你也想想办法呀！我说了，我们等一等。ここで今日のフレーズが登場しました。発音を聞いてみましょう。对不起、ごめんなさい。相手に謝りたい時に使えるフレーズ。自分に非があることを認めてしっかりと謝りたい場面で使用する表現です。第1話で登場した不好意思にも申し訳ないという謝罪の意味があるんですが、どちらかというと掛け声的なすみませんや失礼しますのような場面で使います。もう一度発音を聞いてみましょう。对不起、いかがでしょう。それではドラマの続きをどうぞ。对不起、老爸真的死了啊。是啊，其实我